セクション3、近似と接平面の話をします。でまず最初のこのスライドでは具体的な定義を言うんじゃなくて、fxy イコール x の2乗プラス y の2乗とい もう見慣れた関数 に関して、特に xy イコール11という点に着目して、そこの周りでの関数の振る舞いを調べるという話で、こういう話から始めましょう。で、この、で、特にこの11を調べる意味っていうのは、ちなみにあまり深い意味はありません。まあ、00を調べてもよかったけど、00は特殊すぎるから、まあ、11ぐらいを調べようかなっていう感じです。で、この関数の様子、11の周りを調べてあげて、その、まあ、調べる過程で、まあ、一般的な理屈がどんな風になるのか、想像していきましょうということをやります。それではどうやりましょう。それでどうするかっていうと、まず、x を、まあ、わかりやすくするために新しい座標を導入しましょう。x イコール1プラスデルタ x とまず書きます。つまり、1の x は1プラスそのおまけのデルタ x。そのように理解するということです。で、y の方は1プラスデルタ y。つまり y の値は1プラスデルタ y という、まあ、おまけの数みたいな、そういうふうに理解しましょうということです。そうすると、x と y が1からどれだけ離れたのかっていうのが、デルタ x とデルタ y で表現されて、まあ、いろいろと調べやすくなるということです。で、これから点11の周りの関数の様子を調べるって言ってるんだけど、具体的に調べるっていうのはどういうことかというと、点11以外の平面の点を通ってきて、だからそれの関数の値は fxy です。それと f11。この関数の値がどれぐらい変わっているのかを調べると。こういうことをするわけです。こんなことを考えましょう。で、これどうなってるのかなって話です。で、これは、式に当てはめると、1プラスデルタ x の2乗。で、それプラス1プラスデルタ y の2乗。まずこうなるわけです。それ引く、まあ、2になります。まあ、2になるという。はい。で、2っていうのは、これは結構、1の2乗プラス1の2乗のことです。で、これを展開して整理してあげましょう。で、特に、1次の部分と2次の部分を分けて整理してあげると、それイコール2倍のデルタ x プラス2倍のデルタ y が出てきて、それプラスデルタ x の2乗プラスデルタ y の2乗。こんな風に書き直すことが、書くことができ、まあ、整理することができます。で、じゃあこれがどんな数値、これどんな値になってるのかを調べたい。ざっくりとした値を知りたいわけですね。どっかの点の周りって言った場合は、その点からちょっとしかずれてない場合を考えるんですね。たくさんずれるんだけじゃなくて、ほんのちょっとずれたとき、関数の値がどれぐらい変わるか知りたいから、今はデルタ x の値が小さいとしましょう。では、デルタ x もデルタ y も小さい値。まあ、0.1 とか 0.01 とか、まあ、0.001 とか、そういうものを考えるってことですね。じゃあそういう時って何が起こるかっていうと、例えばデルタ x の2乗とかデルタ y の2乗っていうのは相対的に小さくなるわけですね。だからこいつを、まあ、無視できるかどうかは置いておいて、相対的に見たら小さくなるから、今回は無視することにしましょう。そうすると、無視すると、近似的には、今考えている数値っていうのは、2倍のデルタ x プラス2倍のデルタ y となります。つまり、この変化量デルタ x とかデルタ y に比例したような量が、関数の変化量として、今考えている数値、ものは、こういうふうに書けるということが分かりました。それで、今、デルタ x とかデルタ y っていうのは、まあ、便宜上というか、考えるため、
か分かりやすくするために新しく導入したあの変数だったから、これを元の変数に戻しましょう。で、元の変数に戻すためには、関係式は、これですね。定義式、デルタ X とかデルタ Y っていうのはここで定義されたものだったから、デルタ X とかデルタ Y が消えるように式変形すると、2括弧 X マイナス1括弧閉じる。プラス2括弧 Y 引く1。まあ、こんな風になるわけです。で、そうすると、これ結局何が分かったかというと、この今考えた fxy と f11 っていうところの、その関数の値の差っていうのは、近似的にどうなってるかというと、ここに書かれてるようなものになると。で、こういうことが分かったんですね。で、まあ、近似的なこの等式が分かったんだけど、今度、これを、もともと、fxy イコールの形に、まあ、整理し直しましょう。つまり今分かっているのは、この箱のところイコール、まあ、ここの箱のところ。ここが等しいんだけど、左辺のところのマイナス f11 括弧閉じるってところを右辺に移行してあげる。まあ、そういうことを考えましょう。そうすると、与えられた二変数関数 fxy っていうのは、まあ、近似的にですけど、近似的に見ると、2括弧 x 引く1括弧閉じる。プラス2括弧 y 引く1。で、プラス移行して出てきた f11 と。で、こんな風に書けるということがわかります。で、これはいわゆる、まあ、一変数関数のところで言ってたところの、いわゆる一時近似というやつになってます。で、一次っていうのは一次関数っていう意味ですけど、まあ、二変数関数が、まあ、近似的に見ると一次関数に見えるわけで、見ることができて、今回はこのように見えるということです。で、この、係数のところですね。X に関する係数は2になっていて、Y のところの係数は2になってるんだけど、この2っていうのは、実は理屈付けすることができて、理論的に出てくる数値と思うことができます。で、今回はこの2は何なのかって言ったら、これ微分係数、とある微分係数です。で、それは何の微分係数かというと、1個目の2は、X に関する変微分して、それの11の微分係数。実際、この微分係数どうなってるかちょっと計算してみると、スペースがないからここに計算すると、f を x に関して変微分すると 2x になります。で、これに11を代入するとどうなるか。で、11を代入するって言ったとき、あれ、y がないって言って、不思議に思うかもしれませんけど、y がないってことは、もう代入するとこがないってことだから、何もしないことになるから、これは2が出てきます。で、ちょうど2が出てくるわけですね。で、実はこれ、まあ、ここでは説明しないけど、まあ、ちょうどこれになって、理論的にはこれが出てきてるということがわかります。知られてます。で、同様に Y の方も同じようなことを考えると、同じように、2つ目の2っていうのは、F を Y で変微分して、それの11を代入したものと理解することができる。そうすると、二変数関数は近似的にここに書いてあるような形になるということがわかります。で、これがまさに一次近似と呼ばれているものにの式となっているわけですね。だからこれ一番最後の式はなんとなく近似していろいろ式変形してきたんだけど、一番最後の式だけは理屈で説明する、なんとなく感覚的に理解できる式になっています。それどういうことかっていうと、この二変数関数は、11の周りでどんな数値になってるかっていうと、もしも x が1、y イコール1だったら、この2箇所ともが消えてしまうから、まあ、この関数の値が出てくる。つまり、x イコール1、y イコール1の時は、この f11 という関数の値が出てくるわけで、で、じゃあそれ以外の点ではどうなるかというと、x の方に1から、x の値が1じゃないところから動いたら、その1からのズレかける比例定数として点11における微分係数がかかってくる。
で、y の方はどういうふうに動くかというと、y の方は1からのずれに対して、比例定数、y に関する変微、11における変微分係数を比例定数として変化すると。だから、x の方のずれは、x の変微分で決まるし、y の方のずれは、y の変微分係数で決まると。関数で局所的には二変数関数はそんな風に見えますよっていうのが、まあ、この一時近似の話だったわけです。で、一般的な描像としてこんな関数っていうのはこんな風に見えるという話があります。で、今後の話はそれを、まあ、で、その後はそれが理屈の上でも正しいっていうのをちゃんと確認していくっていうのが全微分可能とかそういう話です。ちょっとそれ、まあ、次のページに行きましょう。ちょっと若干ゆっくり説明してる気もするけど大丈夫かな、ちょっと待って。でも10ページしかないから。で、7ページ。まあ、大丈夫そうですね。復習ですけど、ここで復習しましょう。で、一時近似の話をいろいろしてたんだけど、一変数の場合の一時近似の話をちょっと復習しておきましょう。復習ですけど、まず、y イコール fx という曲線。まあ、曲線 y イコール fx ですね。これを考えたとき、この曲線上の点で、その x 座標が x0 だったときの点を考えましょう。だから y の方は自動的に fx0 と、こんな風になると。そういうものを考えましょう。まあ、念のため絵を描くと、まあ、関数のグラフがこうあったら、とある点を取るっていうのは、こんな感じで、で、x 座標が x0 だったら、ここに書いてあるような点を考えるということで、で、そこでの接線っていうのは何だったかっていうと、まあ、接する直線ですね。それのことなんだけど、式で書くと、ここに書いてあるようなもの。直線、これです。これのことでした。で、ちょっと あえてこの、接線の方程式のところを、まあ、見慣れない形で、微分係数のところを書いてます。皆さんがよく見慣れた形の、接線の方程式はここに書きました。はい。それで、この接線をどういう、接線をどういうふうに理解したらいいかっていうと、まあ、高校の時はなんとなく接線の方程公式みたいなのを覚えてたかもしれないけど、そういうふうに覚えてると、二変数の話をするときに、なんていうか、応用が効かないっていうか、急にわからなくなっちゃうから、これをどういうふうに理解するといいか説明すると、まず接線の方程式の右側のところには意味があると思うわけです。で、これをいわゆる元の関数の一時近似と思うわけです。で、その一時近似ってどう見えてるかっていうと、x イコール x0 の周りで関数、元の関数がこれ、ここに書いてあるように見えるよと言ってるんですね。で、それはさっき、どういうことかっていうと、関数が x イコール x0 のとき、だからつまりここのところがないときは、関数の値は fx0 になるし、x が x0 からちょっとずれたら、そのずれのところかける比例定数として微分係数がかかる。だからずれと微分係数、それに比例して関数の値がずれるように見えてるよと。まあそういうことなんですね。で、それをグラフ書いたら、接線が出てくると。そんな風になってると。そういう風に理解すると、まあ、後の話が分かりやすくなります。さて、それで、接平面で話を進めましょう。で、接平面の話をしましょう。まず、二変数関数 fxy っていうのが与えられて、それが表すグラフ、つまり曲面、z イコール fxy。で、そこ上の点を一つ取りましょう。で、そこの上の点を取るっていうことは、定義域の x0、y0 っていうのを取って、それに対応する関数の値、fx0、y0。で、その三つ組みを空間の中の点と考えるわけですね。まあ、それがだから、局面上に点、1点選ばれているわけです。で、そこにおける接平面っていうのは何かというと、ここに書いてある、この平面の方程式が表す平面のことです。で、この式を見ると、うわ、これ何なんだと思うかもしれませんけど、これちょっと説明すると、
まずこの接平面の右辺のところにあるのはこれは何かというと二変数関数における一時近似、まあ、一時近似という言葉は説明してない教科書が多いですけど、二変数関数は局所的にこんな風に見えるよっていう式がこれです。で、まあ、これなんですね、まあ、ここの説明はまああまりこれ以上はしないことにします。で、そうすると、で、その一時近似が表す、で、そのグラフが、接平面と呼ばれるものの定義になってます。はい。まあ、よろしい。まあ、これが、まあ、とりあえず接平面というのはこういうものなんですね。で、定義式っていうのは、定義式を見ると、接線の方程式と、まあ、どことなく似てるから覚えやすくもなってます。例えばですけど、y-y0、ここですね。ここの数字がもしも0になってたとしたら、例えばだからこの部分がなくなるわけです。そうすると、だから y のところの方が0になってたとしたら、これ、x に関する接線の方程式になってます。で、一方で、x-x0、ここのところがもしも0になってたとしたら、第1個はこれ消えちゃうわけですね。で、そうすると、これ接線の方程式が出てきます。ただし、これは y に関する変、接線の方程式です。だから、感覚的に言うと、どうなってるかというと、なんか x0、y0 っていう点があって、まあ、グラフ書くとこうなってるんだけど、x 軸方向の接線っていうのはここにあってるわけです。で、y軸方向の接線というのはこんな感じになってる。だから接線が2つ見えてるんだけど、まあ、それを含むような、平面の方程式が下に書かれているものになっていて、それを、接線の方程式と言います。はい。まあ、こんな感じです。で、まあ、これ具体例を1つぐらいやっといた方が、まあ、は分かりやすいと思うから具体例を一つやりましょう。まあ、ちなみに式が複雑だからなんかややこしく見えるかもしれないけど、この辺は慣れです。初めて見たときはちょっときついかもしれないけど、計算、特にでも例題とかを見るとあれって優しいんじゃねって感じると思います。例題で、ちなみに学期末のテストみたいにのやつにも毎年こういう例題は1個ぐらい出してます。で、得点を出すつもりで出題してます。例えば、z イコール x の2乗プラス y の2乗っていう、それが表す局面を考えたとして、局面上の点で、例えば、1、1、f1、1。こういうものを選んだとしましょう。そしたら、そこにおける、まあ、接平面の方程式を求めよう。これが例えば例題です。で、これを解いてみましょう。で、どうやって解くかって言ったら、もうこれすごく簡単で、そもそも接平面の定義からそれは何か何かというと、まずこれちょっと二変数関数をこれ定義してないから念のためちゃんと言うと fxy イコール x の2乗プラス y の2乗と置いて、そうするとあとは接平面の方程式を定義式そのまま当てはめると、まず定義式は何かというと z イコールx に関する微分係数とこれみたいな。で、y に関する微分係数とこれ。で、f1、1と。これが接平面の方程式です。で、あとは、計算しなくちゃいけないのは、点1、1における x の微分係数と、点1、1における y の微分係数と、f の1、1の値。だから、計算するところが3つあって、3箇所あって、その3箇所を計算してあげて、あとはその定義式に当てはめたら、それ単に接平面、それで接平面の方程式が求まります。で、これ計算すると、2括弧 x-1 プラス2括弧 y-1 プラス2になるということです。で、これは先ほど、一時近似の話の議論で出てきたところと全く同じ式が出てきます。はい、まあ、というか、まあまあそうですね。
で、まあ、絵的にもちょっと理解したいという人もいるかもしれないから、まあ、ジオジェブラを使って絵を描いてみました。まず、Z イコール X の2乗プラス Y の2乗。こちらの方の、グラフは簡単に描けるんですけど、平面の方はどんな、傾き、平面のってか、立体的に描くの難しいんですけど、だから、グラフ、イメージを描くと、例えばこんな風になってました。はい。でも今これ、X 軸方向と Y 軸方向と Z 軸、まあ、Z 軸はこっちだけど、X 軸と Y 軸を描いてないから、ちょっと、立体的には分かりにくくなってますけど、まあ、これ以上ちょっと正確に書くのが難しかったので、まあ、こんな感じになってたよということです。で、接してるのはこの辺ですね。点11112っていうのはこの辺にあるつもりで書いてます。まあ、どちらかというと、お椀の裏側ぐらいですね。まあ、こんな感じになってるということです。で、で、まあ、これで、正数平面の話は終わり。さて、で、最後、難しい話で、残り2ページです。で、残り2ページで、今回の、まあ、難しい話が出てきます。で、それは、二変数関数の全微分可能性ってやつです。まあ、全微分可能とか、全微分だとか。で、こういう話は、特に全微分って話は、皆さん、まあ、熱力学をやってる人とか、まあ、受講してる人がいたら、そこで、まあ、出てくる可能性があります。まあ、それでやっていきましょう。で、ここの話は何かというと、先ほど、接平面っていう話をやってたけど、なんか、定義式はあるけど、それ、グラフ、接してるって何なんっていうところの説明は、今はしてなかったわけですね。で、ここでは、接するっていうのが何なのかっていうのをどちらか解明するような話になってます。はい。で、まあ、やっていきましょう。で、まず、fxy を、まあ、二変数関数としましょう。で、とある点 x0、y0 に着目します。で、その、で、x0、y0 って考えてる点とは異なる点 xy を取ってきます。で、まあ、そうですね。今の状況をちょっと考えましょう。で、今の状況を絵に描いてみましょう。まず、定義域の xy 平面をここに描きます。で、どこでもいいから点を一つ取ってきて、その x 座標が x0、で、y 座標が y0 のものを取ると。こういうものを考えました。で、そことは違う点を xy という点を取ります。だから、まず一つ基準となる点を、まあ、x0、y0 と、こういうふうに置きましょう。これが基準となる点です。で、それ以外の点を取ってる。で、まあ、二変数関数を考えてるんだから、その対応する関数のグラフが、もうここに見える。空間の中に見えてると。こんな感じになってるということです。で、ここまでが、セッティングです。まあ、ちなみに、接平面っていう定義があるから、接平面も、ここにちょっと書き加えておきましょう。こんな風になってる。だから、x0、y0、f0、y0 っていうところの接平面も、この絵に書いておきました。さて、それで、こういう、で、これが何をしたいかというと、関数の変化の様子を知りたい。基準となる点があったら、基準となる点以外の 点を選んだとき、関数の値がどうなってるかっていうのを知りたい。で特に、すごくいい状況を考えたいんですね。いい状況っていうのは何かというと、まあ、定義で言うというところの、二変数関数 fxy が点 x0、y0 で全微分可能である。これはとても好ましい状況が起こっているっていうのを数学的に表現したものです。さて、これが何なのかっていうところが問題です。まあ、説明しましょう。まず、その全微分可能の定義は何かというと、まあ、とある式を考えて、それのリミットを取ったら、それが0になるっていうのが、この定義式なんだけど、これの意味を説明しましょう。で、まず、分子のところはどうなってるかってことなんですけど、分子は、f、
まず fxy を考えて。まず fxy 引く、ここ、これ。これを考えてます。で、この波線のところはこれ何かっていうと、これ一時近似。一時近似を使った、xy の値です。つまりこれ何を調べてるかっていうと、点 xy というものを考えて、そこの関数の値がどんな振る舞いをしているのかっていうのを調べてます。で、今、分子のところの fxy は関数の真の値ですね。真の値を考えている。で、それ引く、それは一時近似の値を考えているっていうのが分子のところの話です。で、ここ今考えている分子は絵で描くと どうなってるかっていうと、まずここに基準の点がある。で、基準じゃない点を取ってくる。で、その時の関数の値がどうなってるかを調べてみると、その関数の値はここになってます。で、一方で、今、接平面が引かれてるから、接平面を使って関数の近似値を与えることができます。で、接平面の方を使って、関数の近似値を考えると、それがこの波線を引いているところです。これです。だから、この今分子のところを、分子のところを絵で描くと、青のところ。この数値は、まさにこの、まあ、ここイプシロンと書いてますけど、この青色の部分の大きさを表しています。で、この青色の、大きさっていうのは、その関数の真の値と一時近似を使って近似値を出してるんだけど、その誤差を表してます。で、それを、この分母のところは、これ2点間の距離で、2点間の距離です。つまり、ルート x-x0 の2乗プラス y-y0 の2乗。これ、ディスタンスの言葉で書くと、ディスタンスの xy と x0、y0。この2点間の距離を表しています。だから、分母のところは赤色。ここの、この長さを表しています。で、分子のところは青のところの長さを表している。で、じゃあこれは何で、最終的に何を考えているかというと、だからこの分母分子っていうのは絵で描くとどんな風になってるかというと、まあ、なんとなくこんな風になってるわけですね。縦の長さがイプシロン。まあ、誤差に関するところで、ここは距離です。横のところは距離。基準となる点と今考えている図形の距離が、横の長さになって、縦の長さは、本当の値と近似値の、誤差になってます。で、それがこの、ここになってる。ここの式になってるんだけど、それのリミットを取ると、で、どうリミットを取るかっていうと、xy を基準となる点に近づけましょう。そうしたら0になるって言ってるんですね。だから、距離に対して誤差が小さくなるって言ってるんですね。今このリミットを取ってる式っていうのは、極限を取った時に両方とも0に近づくんですけど、0分の0系になってるんだけど、リミットが0ってことは、こう、分母に対して分子がすごく早く0になるっていう感じになってるわけです。まあ、そういう感じですね。まあ、気持ちとしては、例えば x 分の x の2乗、こんな感じになってるわけです。x 分の x の2乗って、x を0に近づけたときに0になりますけど、当然分母のところは0に近づくし、当然分子のところも0に近づくんだけど、分母のところが0に近づく速さより、分子の方が0に近づく速さが速いから、だからより分子のところがより小さくなってるんですね。はい。まあ、この例だと、これだと超当たり前なんですけど、実際にも感覚的にはこんなことが起こってます。はい。で、ここのところが、まあ、難しいというか、はい。難しいですね。
それで、ちなみに一番最後に、イプシロンイコール、まあ、こんな風に置くことがあるって書いてありますけど、まあ、この記号はこの後も使うので、ちょっと今回は覚えておいてください。イプシロンっていうのは、イプシロンって書いたら大体誤差、エラーですね。E から始まる。まあ、E を使わずにイプシロンって書くことがなんか多いですけど、エラーに関するものはイプシロンと書く。で、誤差っていうのは小さい数値であってほしいと願っているものです。で、それをどう定義するかというと、真の値引く近似値ですね。で、この近似値のところがちょっとややこしくて、二変数だから、なんか x の変微分と y の変微分を2つの微分係数を使って一次近似の式が出てきてるってところがちょっとややこしくなってますが、はい、まあ、気持ちとしては、真の値と近似値の差を考えてるということです。で、これでまあ定義が終わりなんだけど、最後の、一番最後のページで、これがどういうことを意味してるのかっていうのを、まあ、理論的に考察したいと思います。それではやりましょう。はい。で、ここ、最後のページ、全微分の意味です。で、ここのところはややこしいんだけど、もう、まあ、最後、ここがわからなかったとしても、この話は別につまずくことがないのはありませんが、とりあえず説明します。全微分の意味ですけど、まず、先ほどの最後の行に書いてた式を、改めてここで書きましょう。つまり、イプシロンイコール、fxy という真の値、マイナス一次近似のところ。このように書きましょう。まあ、これをこう置きましょう。で、これがどういう意味なのかっていうことを考えるために、式変形しましょう。移行して、式変形するんだけど、どういうふうに移行するかというと、fxy-fx0y0。左辺にこの項が出てくるように式変形しましょう。で、そうすると、これイコールどうなるかというと、まあ、x に関する変微分係数のところと、y に関する変微分係数のところと、イプシロンが出てくると。こんな風になりかけます。これは、もう一度言うと、1行目と2行目は単に移行して式をきれいにしただけです。ただ、数式っていうのは、基本的には意味を読み取ることができないわけですけど、式をうまく式変形したりすると、時々式の意味より解釈することができます。で、解釈できるようにするために、うまく式変形します。で、式変形すると、左辺の方はこれどうなってるかというと、これは、その関数の値がどれだけ動いたかっていうのを表してるわけですね。だから、基準となる点がこっちの方。基準となる点の関数の値が右側で、左側は基準ではない点の関数の値。その差を取ってるわけだから、その関数の変化量ですね。まあ、増分っていう言い方をしたりもしますけど、その変化量は、これ、どれぐらい変化したかだから、まあ、F が変化した量、デルタ F と置きましょう。で、デルタ F っていうのが右辺のように書けると言ってるんですね。で、右辺のところだけど、もうちょっと綺麗にするために、この x-x0 っていうのは、x の変化量と思えるわけだから、だからつまり、変数 x の値が x0 からどんだけずれたかっていうことだから、これはデルタ x と置きましょう。で、同様に、y の方をデルタ y と置きましょう。そうすると、まあ、だいぶ式が綺麗になるんだけど、さらにそこから式変形、この式でもまだ解釈できません。うまく意味がわからないけど、これを解釈するためには、ここで、線形代数の知識を使いましょう。内積の知識を使います。で、内積なんだけど、ちょっと内積の書き方、高校の時はベクトルを横に書いてたんだけど、ここでは内積の記号は普通に使うけど、ベクトルを縦に書きます。まあ、後の都合で今回は縦に書くんですけど、縦に書くとどういうふうに整理できるかというと、2つのベクトルの内積プラスイプシロンと書くことができます。で、2つのベクトルっていうのは何かというと、
1つ目のベクトルは x に関する偏微分係数、それと y に関する偏微分係数、そういうベクトルと、それとデルタ x、デルタ y っていうあのベクトル、この2つのものの内積となってます。で、実はこのように書くと、ここまでうまく式変形すると、式を解釈することができます。なぜならば、一つ目は、x に関する偏微分係数と y に関する偏微分係数、つまりなんか、微分係数を並べてるんだけど、それをベクトルとしてひとまとまりとして見てる。だからなんか微分係数を表すようなベクトルとなってるわけですね。で、これはグラディアント。まあ、ナブラ F と書かれることもあるけど、グラディアン、まあ、勾配と呼ばれる、勾配ベクトルと呼ばれるものになってます。だから、まあ、塊で見ることに意味があるっていうんですね。一つ一つの見るんじゃなくて、塊として見る。塊として見るのは、ベクトルとして見るということなんですけど、それと、で、もし二つ目の方は、デルタ X、デルタ Y っていう、この二つ、このベクトルは何かというと、変化ベクトルって、まさに変化した、変化量を表すベクトルですね。X の変化量と Y の変化量を2つ並べてベクトルとして見るっていうのが、だからこっち、変異ベクトルっていう名前もついてることがあります。だから、これ微分係数みたいのと変異ベクトルの内積として、こう、まあ、式が書けるようになったと。で、それプラスイプシロン。こうなったということですね。だから、こうすると意味がよくわかるわけです。つまり、F の変化量っていうものは、なんか、微分係数みたいのと変異ベクトルの内積。で、しかもここは線形代数的によくわかる部分で、いわゆる線形項と言われることもあるんですけど、その部分と、それプラスイプシロン。で、ここは非線形項と言われるところだけど、まあ、イプシロン誤差としては小さいところ。だからなんとか F の変化量がなんか比例定数のように、あの定数倍の規則で理解できる優しい部分とそれ以外、そんな風にあのこう書けるということを言ってるわけです。で、このでじゃ あ, あの二変数関数が点 x0 y0 で全微分可能であるっていう定義したんだけど、これは何なのかっていうと、このイプシロンがいい性質を持ってるっていうことなんですね。それはどういうことかというと、定義を考えると、どういうことかというと、まずここちょっと今あの若干説明が割愛されてますけど、イプシロンの言葉で全微分可能の定義をあの書き直すと、このイプシロンを2点間の距離で割ってリミットを取ったものが0となってるってことで、で、これは誤差が距離と比べて小さいよということを表しているということです。で、だから全微分可能なときは関数の振る舞いがよくわかるよっていうのことを言ってるわけです。まとめると。なんでかっていうと、関数の変化量は線形代数的によくわかるところと誤差になってるんだけど、誤差のところは距離と、あの2点間が近いときは距離と比べてあの小さく、誤差は小さい。だから大体あの無視できるほど小さくなってるよということなんです。で、だからそのとき、この全微分可能なときはあの考えてる xy という点を x0、y0 にどんどん近づけていくと、このイプシロンの関係式としては、その極限的、デルタ F イコール、ホニャララプラスイプシロンという形でも、書かれてたんだけど、それを、その極限的なものを考えて、それを DF と書く。まあ、無限小量って言うんだけど、それ DF と書くと、DF イコール、ここに書いてあるような関係式が成り立ちます。で、それを二変数関数 f の点 x0、y0 における全微分と言います。だからこれ一時近似の、だからまあ一時近似のところの式の一部ですね。はい、まあでもこんな風になるということです。はい、ということで今日はちょっと
時間がいつもよりちょっとかかってしまったんですけど、今日はこれで終わりです。